かっこいいだろう。やっぱりパクパクくんはかっこいいよね、兄弟。かっこいいよ兄弟。でも僕はニョロニョロくんの方がいいと思うな。ニョロニョロくんは兄弟のお気に入りだもんね。ニョロニョロくんは最高だよ。でもパクパクくんの良さも忘れないでよ。パクパクくんは高性能なんだよ。見てよこの口の開き具合。でもニョロニョロくん派なんだよね僕。ほらほら、こんなにニョロニョロしているんだよ。すごくない？すごいよね。お姉さんが浴場に入っていったから僕たちも入ろうと思ったんだ。ついてきちゃった。お風呂好きだよ。ただだし気持ちいいよね。ねえ、何やってるって。遊んでいるよ。お風呂遊びって楽しいよね。ねえ、あ、お姉さん紹介するよ。これパクパクくん、口がパクパクするんだ。こっちはニョロニョロくんだよ。ニョロニョロするんだ。かっこいいよね。見てよこのニョロニョロ具合。パクパクくんのパクパク具合だってすごいよ。見て見てこのパクパクっぷり。かっこいい。
なんでなんで、どこが？かっこいいのに。見てよ、このエレガントかつシュールなフォルム。独創的でいて指さを兼ね揃えた。意外とってひどいな。僕たちは純朴な子供だよ。おもちゃで遊ぶ純真の子供なのに。お姉さん、警戒心強すぎだよ。お姉さんは子供の心を忘れちゃったんだね。かわいそう。僕たちとおもちゃで遊べば純真な子供心を取り戻せるよ。パクパクくんとニョロニョロくんは気に入らなかったみたいだけど、おもちゃは他にもいっぱいあるんだよ。種類豊富だからお姉さんも気に入ってくれるはず。他にはウニョウニョくんやネトネトくん、ベトベトくんっていうのが最高にかっこいいんだ。お姉さんで遊びたいな。バカ、正直すぎだよ。お姉さんと遊びたいな。兄弟、お姉さんとだよ、と。ごめん、うかつだったよ。遊ぼうよ、ね。お姉さんだ。こんにちは。こんにちは、お姉さん。いい天気だな。加えてお姉さんが来てくれた。どう思う、兄弟？しなきゃいけないことは一つだよ。
お姉さんと出かけよう。せっかくお姉さんがいるんだから一緒に出かけなきゃもったいないよね。よくやるのは罠を仕掛ける遊びかな。そうそう、罠。罠を仕掛けて遊ぶんだ。そうだよ、獲物が引っかかるのを楽しみにしながら罠を張るんだよ。こっちこっち、見せてあげる。おいでおいで、こっちだよ。そんなに遠くないから。すごい？すごい？すごい？かっこいいでしょ？かっこいいよね。そうだね、死ぬだろうね。そこが櫛になっているから。えへ、ザクザク刺さるだろうね。落ちちゃったら？落とすために仕掛けたんだよ。これ罠だもん。変なこと言うね、お姉さん。ねえ。この罠で敵をやっつけるんだ。悪い奴がこの罠にかかったらボスに褒めてもらえるよ。褒めてもらいたい。
ボーナス欲しいな。ん？そうしたらごめんねって謝るよ。僕ら素直な子供だもんね。僕らは子供だからね。後で謝っちゃえば何だって許されるんだ。凍結しそうだ。嫌だね。注射が嫌いなんだ、私は。注射は嫌だ。子供でいい。ん？ああ、そうだよ。誰かに聞いた。ここの世界の人間は皆二つ名があるんだ。地位がそのまま呼び名になっていることもある。私はミノムシと呼ばれているんだよ。違う、毛布じゃなくて。いつも夢に包まれて出てこないからだ。私はそういう役割なんだよ。ミナムシならまだいい。イモムシと呼ばれることもあるんだ。それは許せないよ。
ミノムシの方がいい。私はミノムシのままでいる。他の奴だって似たり寄ったりさ、私だけじゃない。さっきいくつかと聞いたけど、私たちに年齢なんてない。いつまでも子供で、最初から大人なんだ。そうだよ、狭間の世界だからね。私も含まれているのか。注射は嫌なんだ。いくら具合が悪かろうと、医者には絶対に行かないからな。死んでも行かない。
お姉さん、町に出てみようよ。屋敷内で遊ぶのは飽きちゃった。時計塔広場とかどう？付き合ってよ、ただで。何言ってるの、お姉さん。デートだよ。僕らとデート、嬉しいよね。